コンスタンティンスチーノビチ・チェルネンコは、ソビエト連邦の政治家。ソビエト連邦共産党中央委員会書記長、最高会議幹部会議長の職などを歴任し、1年と約1ヶ月余りにわたって、同国の最高指導者であった。1911年9月24日、ロシア帝国のシベリアクラスのヤルスクのノボショーロボ地区、ボリシャヤテシムラにて生まれる。チェルネコは、 貧農の出身であり、父親は鉱山で働き、母親は農作業に従事していた。チェルネンコ自身は幼少時には不能に雇われて働いた。1929年にコムソモールに入り、同年、ノボショウロボ区宣伝、先導部長となる。翌1930年、軍に志願し、ソ連と中華民国の間の国境警備隊に配属される。 1931年にソビエト連邦共産党に入党し、軍を除隊した後は、クラスノヤルスク地方党宣伝部副部長となる。第二次世界大戦中は、クラスノヤルスク地方党初期を務めた。モルダビアのキシニョフ教育大学を卒業し、第二次世界大戦終結後の1945年に、ペンザ州党委員会初期を経て、1948年に、 モルダビア共和国共産党中央委員会宣伝先導部長となる。この時のモルダビア共産党第一初期が後にソ連共産党初期長となるレオニード・ブレジネフであった。ブレジネフの地遇を得たチェルネンポは1956年にソ連共産党宣伝部大衆先導活動課長に登用される。以後、ブレジネフの側近として昇進を続け、 1960年に、ブレジネフが憲法上の国家元首ポストである、最高会議幹部会議長に就任すると同時に、彼の首席補佐官に就任した。1964年に、フルシチョフが失脚し、ブレジネフが第一初期に就任すると、翌1965年にチェルネンコは、初期長官房の異名を取るソ連共産党中央、委員会総務部長に指名された。 その中で、政治局の議題の設定や、中央委員会が策定した、多数の法案と決議案を準備するという任務や、様々な党幹部の電話を登聴し、行動を監視するという任務を司った。また、毎日何百もの党文書に署名する仕事が与えられ、総務部長就任以来20年間にわたって、初期長に就任してなおも総務部から提出された文書に署名し続けた。また 中央委員会に当初部を設け、過料の意見を積極的に吸い上げようとした。1971年、中央委員会委員に昇進。1976年3月、中央委員会初期に抜擢された。さらに1977年に政治局員候補に、1978年11月には政治局員へと昇進した。ブレジネフ政権末期の頃には、 党のイデオロギー担当の仕事に従事した外国訪問の際にはソ連代表を率いたほか重要な会議にはブレジネフに同伴して出席した1977年には憲法改正委員会の委員として新憲法の制定に尽力した1979年にテヘランのアメリカ大使館が作成したドキュメント1982年1月に ブレジネフ政権を支え続けた実力者のミハイルスースロフが死去すると一時的に中央委員会第二書記の職務を代行し実質的なソ連ナンバーにとなった。同年11月10日にブレジネフが死去すると後継をめぐる権力闘争が本格化した。一部にはチェルネンコが後継書記長に選出されるとの観測があったが党内で十分な支持を得ることができず。 性的でありどもに後継候補の一人と見られていた改革派のユーリ・アンドロポフに軍配が上がった。自らの不利を悟ったチェルネンコは集団指導性の必要性を強調し第二初期としての処遇を受けることと引き換えにアンドロポフの後継選出指示に回ったとの説もある。その後の党中央委員会臨時総会でアンドロポフは監修にのっとり全会一致で初期長に選出された。 権力闘争に敗れたチェルネンコには失脚の危機もあったと考えられるが、アンドロポフの健康状態の悪化と長年の総務部長務めで築いた党官僚人脈を背景に勢力を維持した。アンドロポフが公の席から姿を消して、以降は党国家の重要行事を主催し、名実ともにナンバー2としての地位を固めた。1984年2月9日に、 アンドロポフが死去すると、葬儀委員長に就任し、急激な変化を嫌う、規制勢力を背景とするチェルネンコが2月13日の、党中央委員会臨時総会において、初期長に選出された。同年4月からは、国家元首である最高会議官部会議長を兼務することになった。しかし、就任当初から、健康状態が優れず、赤の広場で執り行われた。 アンドロッポフの国葬の中では、例人病状の講談で、追悼演説を行う際に、階段の上り下りをすることも、ままならず、新設されたエスカレーターを介し、二人のボディガードの助けを借りて投稿した。また、ソ連国家が演奏され、アンドロポフの遺体が埋葬される際にも、他の政治局員がいならんで敬礼する中、チェルネンコは満足に敬礼することもできず、 途中で手を下ろしてしまう場面が見受けられた。同葬儀に参列したイギリスの社民党党首で一種でもあったデイビッド・オーウェンはチェルネンコ氏は廃気死を患っていると思われるとの見解を示した。皮肉にも一年後のチェルネンコの死によってオーウェンの診断の正しさが証明される格好になった。上記の病状に加えアンドロポフによるゴルバチョフ後継指名があったにもかかわらず、 チェルネンコが初期長に選出された背景には、保守派のニコライ・チーホノフ首相と、クレムジンのキングメーカーとして影響力を保持していた、ドミトリー・ウスチノフ国防相の力添えがあった。こうした、初期長就任当初からの病状も、相まって1984年10月には、対人説も浮上したが、あくまでも本人は、健在ぶりをアピールした。チェルネンコは就任後、 ブレジネフ時代後期の政策への回帰を表明した。しかし彼は同時に技術、専門教育を重視する教育改革やプロパガンダの改革に着手したほか、アンドロポフ政権で導入された企業の自主性拡大の実験も対象を拡大させて継続した。さらにチェルネンコが自らの政策として努力した形跡が伺われるのは、イデオロギー政策であり、規律強化。 愛国心高用、ブルジョア文化の排撃等のキャンペーンが展開され、また次の第27回党大会を目指して、党綱領及び、党規約の改正にも自らのイニシアティブを発揮した。人事面では、アンドロポフが後継指名していたゴルバチョフを党ナンバーに至る第二初期に任命するなど、改革派への配慮も見せた。ゴルバチョフは、チェルネンコの下で、イデオロギー、農業、 党組織及び経済計画の後半発重要な分野を干渉した。加えて、重要人事を断行する力はないと思われていたが、1984年9月6日に、ソ連軍の征服組トップで、党に対し、批判がましい言動を繰り返していた、参謀総長、ソ連邦元帥のニコライオガルコフを電撃的に、解任し、後任の参謀総長に、セルゲイア・フロメイフを任命し、 世界を驚かせた。ただし、オガルコフの解任については、チェルネンコの下季休暇明け翌日の政治局会議で、なおかつ、グリゴリー・ロマノフの海外出張中に、決定されたという状況から、ミハイル・ゴルバチョフなどの非チェルネンコ派による、チェルネンコ人脈の切り崩しだという見方も存在する。この他に、アンドロポフ政権による、後期粛清路線の継承を明らかにするため、 お食の角で内省党中央委員から解任されていたニコラ市長ロコフの軍会急剥奪に踏み切った。チェルゲンコ政権はデタントの再構築という課題を引き継いだ。この課題に対しソ連ははじめ軍備管理問題について強硬な姿勢を取ることによりアメリカ合衆国を呼び西ヨーロッパなどの自由民主主義諸国に圧力をかけ米欧分断や 西側各国の政府と世論の分断を生じさせることを通じ、アメリカの情報を求めていくとの方針を取った。しかし、この戦術は走行しないことが1984年夏には明らかになった。そのこともあり、同年9月のアンドレー・グロムイコ外相の訪米後、ソ連は対話路線に転換することとなった。そして、1984年晩秋には、 軍備管理協議を1985年初頭に再開することで合意した。対中関係では、1982年3月のブレジネフタ試験と演説に橋を発する関係改善路線を踏襲し、1984年3月と10月に外務次官級の政治協議が実施された。延期されていたアルヒポフ第一副首相の中国訪問の実現。 貿易協定締結交渉の開始、1985年3月の中国の前人代代表団のソ連訪問に見られたごとく、貿易と人的交流は引き続き拡大傾向にあった。1984年6月には北朝鮮の近日政主席のソ連訪問が23年ぶりに実現した。さらにカーピッツァ外務時間が11月に、 北朝鮮を訪問して、ソワ様の国境条約に調印するなど、両国関係に一定の進展が見られた。中東に対しては、基本的には、アラブ首脳会議のフェズ提案と大差のない、国際会議方式による中東和平提案を打ち出した。また、エジプトとの大使交換再開、クウェートとヨルダンに対する軍事援助などにより、いわゆる穏健派アラブ諸国への接近にを用いた。 1984年10月にキューバにおいて初のコメコン総会を開催し、また同国との間で新しい経済協力協定を締結するなど関係強化に努めた。アフリカ諸国との関係は一般に低調であり、エチオピアとの友好協力関係の強化に力を注ぎ、当レベルにおいても交流を深めるなどの努力が目立つ程度であった。 ロサンゼルス五輪への不参加1984年5月8日、チェルネンコの下でロサンゼルスオリンピックへの不参加が決定された。これは1980年のモスクワオリンピックへの西側諸国の不参加を受けてのものである。このボイコットにはキューバなど14カ国の東側諸国も加わった。同年夏にボイコットした国は独自のフレンドシップゲームズを開催した。ただいまより、 アメリカ軍及び日本軍と交戦状態に入る1984年に、ただいまより極東地域でアメリカ軍及び日本軍と交戦状態に入るという伝文を極東ソ連軍からモスクワに向けて発信させた。これは日米両政府を大いに慌てさせた。だが、しばらくして同軍は動員体制に入っていないことが確認された。日米両政府はこれを当初、 誤報化演習だったと見られると判断したが、後にゴルバチョフのグラスのスチによって、ドナルド・レーガン大統領による我々は5分後に爆撃を開始するというジョークアナウンスに対する報復だったことが判明した。当時ザイモスクは日本大使館政務専門調査員だった秋野豊によると、初期長就任直後からチェルネンコが何を話すかより1分間に 何回呼吸をしているのかによって健康状態を知ろうとしていたという。また、病院へ入院しているチェルネンコの病室を、あたかも執務室に見せかけ、テレビや新聞などで報道された。この時、背広を着たチェルネンコの体を支える随行員の手が写真などに写っていた。1985年2月、チェルネンコは重体であると報じられたが、その数日後には、 テレビ演説を行い、亡くなる2週間前にも公の場に姿を表していた。同年3月10日19時20分、チェルネンコは息を引き取った。医師団によると、チェルネンコは長年患っていた、肺気種の悪化による心肺機能不全による心拍動の停止が死因と発表された。服務期間の後、3月13日13時から赤の広場で国葬が取り行われ、 後継者となるミハイル・ゴルバチョフが葬儀委員長を務めた。ソ連国家の演奏の中、チェルネンコの遺体が、レーニン病裏の革命元訓母のセミオンブジョンヌイの隣に埋葬される際には、5分間の長宝の一斉射撃が、モスクワや、各ソビエト連邦構成共和国の首都などの都市で鳴り響いた。その間、ソ連全土の企業や組織は活動を停止した。葬儀には、 日本の中曽根康弘首相や安倍、慎太郎外務大臣も参列した。赤の広場、革命元訓母にあるチェルネンコの墓、チェルネンコの死をもって、壮大な葬儀の時代は終わりを告げた。そしてブレジネフ、アンドロポフと続く、老人支配の時代の幕引役を演じ、若いゴルバチョフに政権を委ねることになった。就任から一年余りの死であり、国民には不人気な初期長であったが、 一家の課長としては、かけがえのない人物であった。妻のアンナは、葬儀の際に溢れ出る涙を流しながら亡くなった、夫にキスをし続けたという。ソ連時代の秘密主義によって、前人のアンドロポフ同様さえ対している事実が、葬儀の席上で、初めて対外的に判明した。なお、2021年現在、チェルネンコが赤の広場の元君墓に埋葬された最後の人物である。 ありがとうございます。